はい、皆さんこんにちは。本日はね、ムービックス伊勢崎で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。僕が生きている2つの世界ということでね、こちらの映画を見てきましたと。で、チケットがねこちらになります。なんかね、字幕付きの方がね時間ちょうど良かったんでね、字幕付きを見てきましたと。というわけでね、本日見てきた僕が生きている2つの世界ですね、これはまたねちょっとね、社会的な映画ですね。こう主人公はのね、大ちゃんって男の子がいまして、この大ちゃんの両親がなんとね、耳の聞こえないね二人のその両親なんですね。なのでまあ老和者という感じなのかな。でこの二人から生まれたその耳の聞こえる男の子のまあ人生というかね、そんな感じになってますね。でね、めちゃくちゃねこれ感動しましたね。本当にいい映画で、もうぜひねいろんな人に見てもらいたいなっていうぐらいのね、このね耳が聞こえない不自由な人たちのそのあるあるというのかな、そういったものとか生きづらさとか、あとはねこういうところはあんま手伝っちゃいけないんだなみたいなところとかをね、そういったことがね描かれてるので、まあ勉強にもなるしね、なかなかねそういったところを踏み込めないなみたいなところが本当にねよく描かれてます。で主人公はね、まあ、当然吉沢亮さんで、監督が大美穂さんですね。そんな感じになってて、でこのね一番まあ重要というかね、やはりこのお母さんですね、この耳の聞こえないお母さんのこの役者さんが老和者のその俳優さんらしいですね。まあなのでね、本当にもうまあ上手いというか、手話とかも見事にやれるし、あと耳の聞こえない人特有のこの喋り声というんですかね、あれもしっかりこう出せるのでね、本当にもうこの作品のリアリティをね増す上でも重要な役なんですけど、とにかくねこのお母さんがもうけなげでね可愛いんですよ。本当に本当にけなげで可愛いんですよね。本当に幸せになってもらいたいなと思うんだけど、まあ大ちゃんは大ちゃんでいろいろ悩みというか人生があるという、そういった感じですね。でこの大ちゃんがね、なんと生まれた時はちょうどね僕と同じ年ぐらいですね、ちょっとねちょっと低いぐらいですかね。高校受験するときに、ここ受かったら PHS 買ってもらうとか、その携帯買ってもらうとかね、同級生言ってるので、まあそこら辺を考えると、僕よりね、3つぐらい年下の感じの人生ですね。とはいえね、本当にこの子供の頃のね、風景が、まあ80年代とかね、あれを見事に作ってるので、ちょっとね、懐かしいこの原風景というか、40代にはね、この大ちゃんのその少年時代ですね、少年時代のパートはね、本当にね響きますね。小道具とかいろいろその時代をねちゃんと小道具扱ってるので、まあ、当然この学校から帰ってきたらスーパーマリオブラザーズをやってたりとかね、あと中学生くらいかな、その頃には部屋にねゲームボーイですね、初代のゲームボーイが置いてあったりとか、そういったものが置かれていて、まあ、小道具でもね今買うと高いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、そういったものがありましたね。で映画はね始まり、この大ちゃん生まれるとこですね、大ちゃん生まれるとこが始まります。でお父さんがねこの造船所なのかな、石巻ですね、宮城県の石巻で、まあなんかこの船のね塗装とかしてるんですよ。そういったまあ仕事してるわけですね。でそれでその仕事のね仲間なのか上司なのかに、おい大ちゃん生まれたんだろうっつって、早く帰ってやれよってことで自転車乗って帰ってくるわけですよ。で帰ってくると、この大ちゃん生まれてるところにまあ、お母さんがいてとか、お母さんとあとおばあちゃんとねおじいちゃんがいる感じですね。そんな感じの家庭なんだけど、まあねおばあちゃんがいてお母さんいてなんで普通な感じもするけど、まあこのねお父さんとお母さんが耳が聞こえないっていうのは特別なんだけど、このおじいちゃんとおばあちゃんまた問題があっておじいちゃんの方はね、なんかもうすごいやんちゃな感じなんですよ。やんちゃな感じの喋り方して、まあ、デンデンさんっていうのもあるし、まあ、やんちゃな喋り方してて、で入れ墨とか入ってるわけですね。なのでその地元のその古いまあなんかヤクザというかそんな感じですね。で博打やってて、であだ名がね蛇の目のやつとか言われてるとかね、そういった感じのねちょっとやんちゃな感じのおじいちゃんですよ。まあ昔はね、今のおじいちゃんっていうそういうイメージじゃないと思うんだけど、僕らの子供の頃のおじいちゃんっていうと、ああいうねそういったなんかヤクザっぽいようなそんなおじいちゃんか、あとはね落語家の古今亭新章師匠みたいなね、どっちかですね。なんかぼーっとしてるような感じのおじいちゃんなのかみたいな感じなんだけど、でそのチャキチャキのね元ヤクザなんていうおじいちゃんと、あとおばあちゃんおばあちゃんで、これもねいろいろこう潤滑油になってはくれるんだけど、その仏教系の変な宗教ですね、仏教系の宗教に妙にこだわっていて、すごいねこの大ちゃん生まれた時のそのお膳もね、右がなんかのお皿でこっちが左のお皿だみたいなことうるさかったりとか、やたらその宗教にうるさいんじゃない、で常にお経を唱えてるみたいなね、そんな感じで、まあだから昔の家ですよね、本当に80年代の家みたいな、そういった感じなんですよ。これで両親が耳が聞こえてれば、まあ、よ
くある、80年代の家庭だけど、今見るといびつだなっていうね、うん、今だとそんな家族いないなみたいな家族ですね。昔はこういったのもね家族だったんだなっていうのをね思い出されますよね。ちょっとね今はもうほんとクリーンな家庭みたいな感じになってはいますけど、まあ、そんな感じでとりあえずそのね、あの耳の聞こえない両親にこう育てられて、すごい可愛がられるんですよ子供の頃をね。すでにこの大ちゃんね可愛がられるんだけど、まあいろいろね思春期のその反抗期とかでまあいろいろちょっとそんなぶつかり合いもあるんだけど、まあ母親としてはねずっとね本当に愛してるんですよね。あの父親も愛してるし、うん、そんな感じですね。でおじいちゃんおばあちゃんもね大ちゃんのことをね嫌いじゃないのですごいね可愛がってるので、まあよくよく考えればね本当幸せな家庭だなって感じで、そんな感じなんだけど、まあ時代ですよね。やはり耳の聞こえない両親ということでっていうことがいろいろありますよね。でこのね子供の赤ちゃんパートから、まあだから赤ちゃんパートはねこの大ちゃんが一生懸命泣いてもやはりね母親とか気づかないわけですよ。その音が聞こえないんだよね。だからそのおばあちゃんとかが世話をしたりとか、世話をするとか泣いてるところね抱いたりとかしたりとかして、だからそこら辺のそのまあなんだろうな、この耳の聞こえない夫婦の子育てあるあるみたいなのを、ね、こう表現したりとか、だから大ちゃんずっと泣いてたりとかするっていうね。まあだから別に育児放棄ではなく、まあ仕方なくですよね。聞こえないので。で、家のこともしなきゃならなくて忙しいのでってことで。まあそんなところもね、表現されていたり。で、だんだんね、この大ちゃんもね、大きくなってくるわけですよ。で、大きくなってくると、今度はね、この大ちゃんもね、手話を覚えてくるわけですね。その両親の影響で。で、手話でね、会話するわけですよ。で、それで買い物とか行くときもね、その大ちゃんがついてって、お魚屋さんとかでね、タコを買うっていうんで、で、このね、大ちゃんがね、その買い物するの手伝ってやるので、お魚屋さんがね、じゃあ安くしてあげようみたいなこと言ったりとかして、これは本当にね、幸せなんですよ。で、家族っていうのはね、自分が生まれ育った家族しか知らないので、自分のその、家庭がねおかしいとは思わないわけですよ。別に虐待をされてるわけではないので、まず嫌なところないじゃないですか。なのでその自分の家庭のおかしさって気づかないんだけど、一回ねこの友達を連れてきた時に、友達がまあ別にその嫌味でなくね、お前のお母ちゃん喋り方おかしいなとか言って言うところからちょっと意識してしまうんですよね。自分のお母さんはちょっと他とは違うんだってことを意識してしまうと、どうしてもね、その思春期とかそういった時代は、うん、まああんまりね、こう、あの、お母さんをね、人前に見せたくないみたいなことになって、まあ、よくある授業参観問題ですね。授業参観にお母さんを呼ばないみたいな、そのね、チラシをお母さんに見せないっていうね、まあ、よくあるそのドラマとかも展開なんだけど、まあそれをしてしまって、で、お母さんもちょっとショックを受けてしまうとか、そういったね、こう、些細なそのぶつかり合いですかね。で、この大ちゃんも、あ、お母さんに来てほしくないんだみたいなことをね、ちょっと言ってしまったりとかするっていうね。まあそういった、まあ子供には子供のね、悩みがあって、うん、そういったね、子供同士の友達同士のつながりがあったりとかして、まあそこら辺でね、まあ耳の聞こえない母親をあまりこの人前にさらしたくないみたいなね、そういった気持ちが働いてしまうっていう、そういった感じですかね。ただね、今回のこの映画は別にそのね、耳の聞こえない家庭で育ったからといって、それもそれである意味このね、大ちゃんの人生の助けになるっていう場面が描かれるわけですよ。で、この小学校時代には、このね、大ちゃんが、その、手話ですね。手話ができるってことで、この手話で友達とね、こう、なんか、盛り上がったりとかして、こういうのはね、オムレツ大好きなんだよっていう手話を教えたりとか、うん、そういったことでね、それはそれで、この手話もね、あの、コミュニケーションの役に立つみたいなことで、うん、そんな感じになりますね。で、まあ、小学時代はまあ、それぐらいだったんだけど、で、だんだん、ね、中学生になった頃には、もう本当反抗期ですね。今思えばあの時代の反抗期ってなんで反抗してたのかなって思うぐらいな感じだけど、でもまあこの映画を見ていくと、やはりこの80年代とかのあんな空気の中でね、なんとなく反抗するのがそういった時代なのかなみたいなね、そういった感じしますけど、それもね改めてこの映画を見ると思い出されるなっていう。今のね時代だとなんか反抗するって何の意味あるのかなみたいな感じするけど、ああいった時代でああいった空気感のあるね、世界の中では、うん、反抗してしまうのかなという。あとはそうですね、あと小学校時代に近所の家のそのね、あの花壇がね踏み荒らされてるっていう事件があって、でその事件の犯人を近所のおばさんですかね、この大ちゃんのせいにね決めつけてるわけですよね。本人は違うでやってないって言ってるのに、なんかね両親がその耳が聞こえないその子供だからってことでもう勝手に決めつけてしまって、それであの謝りに行こうって言うんですよね。あの時代そういう大人いたもんよね
あの時代そういう歌ほんといたよね。あれ何なんだろうな、なんか証拠がないのに普通に犯人にしてしまうみたいな。なんかね、今いたら問題になりそうなね大人なんだけど、まあ案外大人ってのは大人じゃねえんだなってことがね、そういったところでわかるんだけど、まあそういったね、なんかまあ、事件というかね、そういった経験もあったりして、まあ、そこをねお母さんが止めに入って助けてくれたり、まあ、助けるって言ってもね別に悪いこと何もしてない、ただ普通にね学校から帰ってきたら、あの大ちゃんが荒らしたんでしょみたいなね、勝手に決めつけるっていうね、あのよくわかんないんだけど、まあいるよねって感じで、本当にあれがね本当80年代の空気なんですよね。でそういった感じで、まあで中学時代ちょっと反抗期になったり、高校の進学の問題とかね、そういったものもねお母さんとこう相談とかするのかしないのかみたいなところでいろいろトラブルになったりして、まあ心が離れるというか、まあちょっとねそういったなんか何かの苛立ちですよね、この時代のね思春期の子供にある、まあなんか苛立ちみたいなものが、なんかね母親に向いてしまうということで、まあお母さんもねあの意味もなくこうちょっとかわいそうな目に遭うっていう感じなんだけど、でそこからね高校卒業してみたいな感じで、まあ、仕事をつくのかつかないのかみたいなところで結構ねグダグダしてるわけです。で近所のパチンコ屋でパチンコ打ってるんですよね。パチンコ打ってる時に父親とね同じパチンコ屋会うわけですよ。でまたねこのパチンコ屋にあるパチンコ台がね懐かしいんですよね個人的にね懐かしいな、こういう台みたいなね、あこれこそパチンコだなみたいなパチンコだって。でそこで親父と会って、で帰りにねあのパチンコ屋のその帰りにその思い出話ですね、お母さんと会ったりとかね、お母さんとのどういった馴れ初めがあったみたいな話を聞かされるわけですよ。まあ手話でですけどね、手話で聞かされるわけですよ。それでまあなんか親子らしい会話したりとかして、うん、それでねまあとりあえず大お前は東京行けって言われるわけですよ、その父親にね。あまあ本人はねその別に東京の方が行く理由もないし行きたいとは思ってなかったんだけど、まあ父親からはねまあ東京に行った方がいいってことで、まあ東京に行こうかなみたいなことで東京に行くってことになるわけですね。まあ当然母親の方は悲しむわけですよ、地元でもいいんじゃないのみたいな感じで、で東京行く時に、まあ、役者になりたいというか役者になるというもの名目でね東京行くん で役者の事務所を受けるんだけど全然その受からないみたいな感じ で結局東京には住むんだけど、まあ、またねそこでこう流れでねパチンコ屋さんですね、パチンコ屋さんで働くわけですよ。でパチンコ屋さんで働いて、そこでまあこのねパチンコってうるさいところで、あのまた運命的な感じですからね、その商品をね交換してもらいたがってた人がいるんだけど、この人がその耳が聞こえない人だったんですよ。でそれを手伝ってあげるわけですね。パチンコはうるさいけど手話であればね何の不自由もなく会話できるっていうね、ちょっとしたこの逆にね耳が聞こえる人たちの会話聞こえないわけですよ、あのパチンコ屋では何言ってんか分かんないぐらいな感じなんだけど、逆にこのね手話をしてる人たちはその流暢に会話ができるっていう、そういった表現ね、そういった演出があったりとか、もう本当に場面場面がねその耳が聞こえる人の世界と、あと耳が聞こえない人たちの世界っていうね、この二面性がね見事に描かれてるんですよね。まあそんな感じでね、まあいろいろ縁もあって、まあそのねあの耳の聞こえない人たちのグループですね、そこに混じってまあいろいろこう会話をしたり、でこの大ちゃんね、あの普通に健常者と喋るときは口下手なんですよ、口下手版の吉沢亮さんですね。ただあのその耳の聞こえない人たちと手話で会話するときはすごいあの饒舌なんですよね流暢に喋るんですよ。まあ当然ねこの吉沢亮さんもね本当にその手話の勉強したんだろうけど、まあ、流暢に喋るんですよね。だからここの違いもちょっと面白いですよね、健常者でありながら手話の方がねコミュニケーションがしやすいみたいな。でさらにねこの手話同士でコミュニケーションするそっちの方がね、そっちの東京のお母さんみたいな人ができて、そこでね一緒にその手話をする仲間とね手話をする友達と東京の方の、まあ、お母さんみたいな人ですね、そういった人の手伝いをするときになんかね手話だけで会話してんだけど、これがね本当家族みたいだなっていうんでね、お母さんその東京のお母さんはなんか感動するわけですよ、こっちの方が本当の家族みたいって、自分の息子たちよりね、自分の息子たちは手話しないので今の2人の方がね私の本当家族みたいみたいな会話したりとかして、なんかねそこら辺でこう家族っていうのは何なのかなと、コミュニケーションの取れる方が家族らしいのかなみたいなところが、やってる会話しょうもなくて、そのねカレーに隠し味でね大ちゃんがねなんか入れようとするんだけど、それを入れてみたらまあ味がうまくねえなんてことでそういったことで盛り上がったりとかするわけですよ。でそれを手話でするから面白いんですよね、また手話でそこら辺のこれ入れるからまずくなるんだみたいな話したりとかして、
そういったね感じでこうね、本当になんか見てるだけでね、なんか心温かくなるドラマで、なんかすごいことがあるわけでもないです。まあすごいことって、いや、まあ仕事場がいろいろ大変だったりとか、まあ大変っていうわけでもないけど、まあ普通のね会社で働いてればよくあるようなそのトラブルとかあるんだけど、まあ結局そういった働いたりとかして、でだんだんねそういったなんか人たちと出会い、でまたね最後またこの東京から地元に帰ってきた時にお母さんと再会した時ですね、その時にまあいろいろまた思いが込み上げてくるっていうね、なんだってこのお母さんが本当にいい人で本当に優しくて可愛らしい人なんですよ。だからなんであんな反抗期があったのかなぐらいな感じの、そんないい人なんで、まあそこら辺がまあ見事な感じで、なんか気づいたらね映画終わってたっていうか、もっとねもっと見たいな、もっと見たいなって思わせるいい物語でしたね。まあそんな感じで本日はちょっとね映画僕は生きてる2つの世界というね、こう本当にこの障害者の耳の聞こえない障害者の映画を見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。